宮沢賢治作セロ引きのゴーシュ。ゴーシュは町の活動写真館でセロを引く係でした。けれどもあんまり上手でないという評判でした。上手でないどころではなく、実は仲間の学士の中では一番下手でしたから、いつでも学長にいじめられるのでした。昼過ぎ、みんなは楽屋に丸く並んで今度の町の音楽会へ出す第六交響曲の練習をしていました。トランペットは一生懸命歌っています。バイオリンも二色風のようになっています。クラリネットもボーボーとそれに手伝っています。ゴーシュも口を凛と結んで目を皿のようにして楽譜を見つめながらもう一心に弾いています。にわかにパタッと学長が両手を鳴らしました。みんなピタリと曲をやめてシンとしました。学長が怒鳴りました。セロが遅れた。とーてててててい、ここからやり直し。はい。みんなは今のところの少し前のところからやり直しました。ゴーシュは顔を真っ赤にして額に汗を出しながらやっと今言われたところを通りました。ほっと安心しながら続けて弾いていますと、学長がまた手をパチッと打ちました。セロ、意図が合わない。困るなあ、僕は君にドレミファを教えてまでいる暇はないんだがな。みんなは気の毒そうにしてわざと自分の譜を覗き込んだり自分の楽器を弾いてみたりしています。ゴーシュは慌てて糸を直しました。これは実はゴーシュも悪いのですが、セロも随分悪いのでした。今の前の小節から。はい。みんなはまた始めました。ゴーシュも口を曲げて一生懸命です。そして今度はかなり進みました。いい塩梅だと思っていると学長が脅すような形をしてまたパタッと手を打ちました。またかとゴーシュはドキッとしましたが、ありがたいことに今度は別の人でした。ゴーシュはそこでさっき自分の時みんながしたようにわざと自分の笛へ目を近づけて何か考えるふりをしていました。ではすぐ今の次。はい。空と思って引き出したかと思うと、いきなり学長が足をドンと踏んで怒鳴り出しました。ダメだ、まるでなっていない。この辺は曲の心臓なんだ。それがこんなガサガサしたことで。諸君、演奏までもうあと10日しかないんだよ。音楽を専門にやっている僕らがあの金具塚地だの里親のでっちなんかの寄り集まりに負けてしまったら、一体我々の面目はどうなるんだ。おい、ゴーシュ君、君には困るんだがな、表情ということがまるでできてない。怒るも喜ぶも感情というものがさっぱり出ないんだ。それにどうしてもピタッと他の楽器と合わないもな。いつでも君だけ溶けた靴の紐を引きずってみんなの後をついてくるようなだよ。困るよ、しっかりしてくれないとね。好奇ある我が金星音楽団が君一人のために悪評を取るようなことではみんなへも全く気の毒だからな。では今日は練習はここまで。休んで6時にはかっきりボックスへ入ってくれたまえ。みんなはお辞儀をして、それからタバコをくわえてマッチを吸ったりどこかへ出て行ったりしました。ゴーシュはその粗末な箱みたいなセロを抱えて壁の方へ向いて口を曲げてボロボロ涙をこぼしましたが、気を取り直して自分だけたった一人今やったところを初めから静かにもう一度弾き始めました。その晩遅く、
郷士は何か大きな黒いものを背負って自分の家へ帰ってきました。家といってもそれは町外れの川端にある壊れた水車小屋で、郷士はそこにたった一人で住んでいて、午前は小屋の周りの小さな畑でトマトの枝を切ったりキャベジの虫を拾ったりして、昼過ぎになるといつも出て行っていたのです。郷士が家へ入って明かりをつけると、さっきの黒い包みを開けました。それは何でもない、あの夕方のゴツゴツしたセロでした。郷士はそれを床の上にそっと置くと、いきなり棚からコップを取ってバケツの水をごくごく飲みました。それから頭を一つ振って椅子へかけると、まるで虎みたいな勢いで昼の符を引き始めました。符をめくりながら引いては考え、考えては引き、一生懸命しまいまで行くと、また初めから何遍も何遍もゴー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 引き続けました。夜中もとうに過ぎて、しまいはもう自分が引いているのかもわからないようになって、顔も真っ赤になり、目もまるで血走って、とてもものすごい顔つきになり、今にも倒れるかと思うように見えました。その時、誰か後ろの戸をトントンと叩くものがありました。宝珠君が？郷士は寝ぼけたように叫びました。ところがスーッと戸をして入ってきたのが、今まで五六遍見たことのある大きな三毛猫でした。郷士の畑から取った半分熟したトマトをさも重そうに持ってきて、郷士の前に下ろして言いました。おい、くたびれた。なかなか運搬はひどいやな。なんだと？郷士が聞きました。これ、お宮です。食べてください。三毛猫が言いました。郷士は昼からのむしゃくしゃをいっぺんに怒鳴りつけました。誰が貴様にトマトなど持ってこいと言った。大地、俺が貴様らの持ってきたものなど食うか。それからそのトマトだって、俺の畑のやつだ。なんだ？赤くもならないやつをむしって。今までもトマトの茎をかじったり、蹴散らしたりしたのはお前だろ。言ってしまえ、猫め。すると猫は肩を丸くして、目をすぼめてはいましたが、口のあたりでニヤニヤ笑っていました。先生、そう大怒りになっちゃお体に触ります。それより、シューマンのとろめらいを引いてごらんなさい。聞いてあげますから。生意気なことを言うな、猫のくせに。セロ引きは尺に触って、この猫のやつどうしてくれようとしばらく考えました。いや、ご遠慮はありません。どうぞ。私はどうも先生の音楽を聴かないと眠られないんです。生意気だ、生意気だ、生意気だ。郷士はすっかり真っ赤になって、昼間学長のしたように足踏みして怒鳴りましたが、にわかに気を変えて言いました。では引くよ。郷士は何と思ったか、戸に鍵をかって、窓もみんな閉めてしまい、それからセロを取り出して証を消しました。すると外から20日過ぎの月の光が部屋の中へ半分ほど入ってきました。何を弾けと？トロメライ、ロマチックシューマン作曲。猫は口を拭いて澄まして言いました。そうか、トロメライというのはこういうのか。セロ弾きは何と思ったか、まずハンケチを引き裂いて自分の耳の穴へぎっしり詰めました。それからまるで嵐のような勢いでインドの虎狩りという符を弾き始めました。すると猫はしばらく首を曲げて聞いていましたが、いきなりパチパチパチ
っと目をしたかと思うと、パッと戸の方へ飛びのきました。そしていきなりドンと戸へ体をぶっつけましたが、戸は開きませんでした。猫はさあ、これはもう一生一代の失敗をしたというふうに慌て出して、目や額からパチパチ火花を出しました。すると今度は口のひげからも鼻からも出ましたから、猫はくすぐったがってしばらくくしゃみをするような顔をして、それからまた、さあこうしてはいられないぞというようにはせ歩き出しました。ゴーシはすっかり面白くなって、ますます勢いよくやりだしました。先生、もうたくさんです、たくさんですよ、五条ですからやめてください、これからもう先生のタクトなんか取りませんから。黙れ、これから虎を捕まえるところだ。猫は苦しがって跳ね上がって回ったり、壁に体をくっつけたりしましたが、壁についた後はしばらく青く光るのでした。しまいは猫はまるで風車のようにぐるぐるぐるゴーシを回りました。ゴーシも少しぐるぐるしてきましたので、さあこれで許してやるぞと言いながらようようやめました。すると猫もケロリとして、先生、今夜の演奏はどうかしてますねと言いました。セロヒがまたぐっと尺に触りましたが、何気ない風で巻きタバコを一本出して口にくわえ、それからマッチを一本取って、どうだい、具合を悪くしないかい、舌を出してごらん。猫はバカにしたように尖った長い舌をベロリと出しました。はは、少し荒れたね。セロヒキは言いながら、いきなりマッチを舌でシャッと吸って自分のタバコへつけました。さあ猫は驚いたのなんの、舌を風車のように振り回しながら入り口の戸へ行って、頭でドンとぶっつかってはヨロヨロとして、また戻ってきてドンとぶっつかってはヨロヨロ、また戻ってきてまたぶっつかってはヨロヨロ逃げ道をこさえようとしました。ゴーシはしばらく面白そうに見ていましたが、出してやるよ、もう来るなよバカ。セロヒキは戸を開けて、猫が風のように茅の中を走っていくのを見てちょっと笑いました。それからやっとせいせいしたというようにぐっすり眠りました。次の晩もゴーシュがまた黒いセロの包みを担いで帰ってきました。そして水をごくごく飲むと、そっくり夕べの通りぐんぐんセロを引き始めました。12時は間もなく過ぎ、1時も過ぎ、2時も過ぎてもゴーシュはまだやめませんでした。それからもう何時だかもわからず、引いてるかもわからず、ゴーゴーやっていますと、誰か屋根裏をコツコツと叩くものがあります。猫、まだ懲りないのか。ゴーシュが叫びますと、いきなり天井の穴からポロンと音がして、一匹の灰色の鳥が降りてきました。床へ止まったのを見ると、それはカッコウでした。鳥まで来るなんて、何の用だ。ゴーシュが言いました。音楽を教わりたいのです。カッコウドリは済まして言いました。ゴーシュは笑って、音楽だと、お前の歌はカッコウカッコウと言うだけじゃないか。するとカッコウが大変真面目に、それなんですけれども難しいですからねと言いました。難しいもんか。お前たちのはたくさん泣くのがひどいだけで、泣きようは何でもないじゃないか。ところがそれがひどいんです。例えばカッコーとこう泣くのと、
ーとこう鳴くのと、では聞いていてもよほど違うでしょ。違わないね。ではあなたにはわからないんです。私らの仲間ならカッコーと一万言えば一万みんな違うんです。勝手だよ。そんなにわかってるなら何も俺のところへ来なくてもいいではないか。ところが私はドレミファを正確にやりたいんです。ドレミファもクソもあるか。ええ、外国へ行く前にぜひ一度いるんです。外国もクソもあるか。先生、どうかドレミファを教えてください。私はついて歌いますから。うるさいなあ。そら、三遍だけ弾いてやるから済んだらさっさと帰るんだぞ。ゴーシュはセロを取り上げてボロンボロンと糸を合わせてドレミファソラシドと弾きました。するとカッコーは慌てて羽をバタバタしました。違います違います、そんなんでないんです。うるさいな。ではお前やってごらん。こうですよ。カッコーは体を前に曲げてしばらく考えてからカッコーと一つ鳴きました。なんだい。それがドレミファかい。お前たちにはそれではドレミファも第六交響楽も同じなんだな。それは違います。どう違うんだ。難しいのはこれをたくさん続けたのがあるんです。つまりこうだろ。セロ弾きはまたセロを取ってカッコー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 と続けて弾きました。するとカッコーは大変喜んで途中からカッコー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 とついて叫びました。それからももう一生懸命体を曲げていつまでも叫ぶのです。ゴーシュはとうとう手が痛くなって、こらいい加減にしないかと言いながらやめました。するとカッコーは残念そうに目をつり上げてまだしばらく泣いていましたが、やっとカッコーカクーカッ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 と言ってやめました。ゴーシュがすっかり怒ってしまって、こら鳥、もう用が済んだから帰れと言いました。どうかもう一遍弾いてください。あなたのはいいようだけれども少し違うんです。なんだと。俺が貴様に教わってるんではないんだぞ。帰らんか。どうかたったもう一遍お願いです。どうか。カッコーは頭を何遍もコンコン下げました。ではこれっきりだよ。ゴーシュは弓を構えました。カッコーはクッと一つ息をして、ではなるべく長くお願いいたしますと言ってまた一つお辞儀をしました。嫌になっちゃうな。ゴーシュは苦笑いしながら弾き始めました。するとカッコーはまたまるで本気になってカッコーカッコーカッコーと体を曲げて実に一生懸命叫びました。ゴーシュは初めはむしゃくしゃしていましたが、いつまでも続けて弾いているうちにふっと、なんだかこれは鳥の方が本当のドレミファにはまっているかなという気がしてきました。どうも弾けば弾くほどカッコーの方がいいような気がするのでした。ええ、こんなバカなことしていたら俺は鳥になってしまうんじゃないかと、ゴーシュはいきなりピタリとセロをやめました。するとカッコーはドシンと頭を叩かれたようにフラフラとして、それからまたさっきのようにカッコーカッコーカッコーカッ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 と言ってやめました。それから恨めしそうにゴーシュを見て、なぜやめたんですか。僕らならどんな意気地ないやつでも喉から血が出るまでは叫ぶんですよと言いました。何を生意気な。こんなバカな真似をいつまでしていられるか
もう出て行け。見ろ、夜が明けるんじゃないか。ゴーシュは窓を指さしました。東の空がぼーっと銀色になって、そこを真っ黒な雲が北の方へどんどん走っています。ではお日様の出るまでどうぞ、もういっぺん、ちょっとですから。カッコーはまた頭を下げました。黙れ、いい気になってこのバカ鳥も。出ていかんと虫って朝飯に食ってしまうぞ。ゴーシュはドンと床を踏みました。するとカッコーはにわかにびっくりしたように、いきなり窓をめがけて飛び立ちました。そしてガラスに激しく頭をぶっつけて、バタッと下へ落ちました。なんだガラスへ、バカだな。ゴーシュは慌てて立って窓を開けようとしましたが、元来この窓はそんなにいつでもスルスル開く窓ではありませんでした。ゴーシュが窓の枠をしきりにガタガタしているうちに、また格好がバッとぶつかって下へ落ちました。見るとくちばしの付け根から少し血が出ています。今開けてやるから待っていろったら。ゴーシュがやっとにすんばかり窓を開けた時、カッコは起き上がって、何が何でも今度こそというようにじっと窓の向こうの東の空を見つめて、あらん限りの力を込めた風でパッと飛び立ちました。もちろん今度は前よりひどくガラスに突き当たって、カッコは下へ落ちたまま、しばらく身動きもしませんでした。捕まえてドアから飛ばしてやろうとゴーシュが手を出しましたら、いきなりカッコは目を開いて飛びのきました。そしてまたガラスへ飛びつきそうにするのです。ゴーシュは思わず足を上げて窓をバッと蹴りました。ガラスは二三枚ものすごい音して砕け、窓は枠のまま外へ落ちました。そのガランとなった窓の跡をカッコが矢のように外へ飛び出しました。そしてもうどこまでもどこまでもまっすぐに飛んでいって、とうとう見えなくなってしまいました。ゴーシュはしばらく呆れたように外を見ていましたが、そのまま倒れるように部屋の隅へ転がって眠ってしまいました。次の晩もゴーシュは夜中過ぎまでセロを引いて疲れて水を一杯飲んでいますと、また戸をコツコツ叩くものがあります。今夜は何が来ても夕べの格好のように初めから脅かして追い払ってやろうと思って、コップを持ったまま待ち構えておりますと、戸が少し開いて一匹のタヌキの子が入ってきました。ゴーシュはそこでその戸をもう少し広く開いておいて、ドンと足を踏んで、こら、タヌキ、お前はタヌキ汁ということを知ってるか、と怒鳴りました。するとタヌキの子はぼんやりした顔をして、きちんと床へ座ったまま、どうもわからないというように首を曲げて考えていましたが、しばらく経って、タヌキ汁って僕知らないと言いました。ゴーシュはその顔を見て思わず吹き出そうとしましたが、まだ無理に怖い顔をして、では教えてやろう。タヌキ汁というのはな、お前のようなタヌキをな、キャベジや塩と混ぜてクタクタと煮て俺様の食うようにしたものだと言いました。するとタヌキの子はまた不思議そうに、だって僕のお父さんがね、ゴーシュさんはとてもいい人で怖くないから行って習えと言ったよと言いました。そこでゴーシュもとうとう笑い出してしまいました。何を習えと言ったんだ、俺は忙しいんじゃないか、それに眠いんだよ。タヌキの子はにわかに勢いがついたように一足前へ出ました。僕は
小太鼓の係でね、セロへ合わせてもらってこいと言われたんだ。どこにも小太鼓がないじゃないか。そら、これ。タヌキの子は背中から棒切れを2本出しました。それでどうするんだ？ではね、愉快な馬車屋を引いてください。なんだ？愉快な馬車屋ってジャズか？ああ、この符だよ。タヌキの子は背中からまた一枚の符を取り出しました。ゴーシュは手に取って笑い出しました。はあ、変な曲だな。よし、さあ弾くぞ。お前は小太鼓を叩くのか？ゴーシュはタヌキの子がどうするのかと思って、チラチラそっちを見ながら弾き始めました。すると、タヌキの子は棒を持ってセロの駒の下のところを拍子を取ってポンポン叩き始めました。それがなかなかうまいので弾いているうちにゴーシュはこれは面白いぞと思いました。おしまいまで弾いてしまうとタヌキの子はしばらく首を曲げて考えました。それからやっと考えついたというように言いました。ゴーシュさんはこの2番目の糸を引くときは期待に遅れるね。なんだか僕がつまずくようになるよ。ゴーシュはハッとしました。確かにその糸はどんなに手早く引いても少し経ってから出ないと音が出ないような気が夕べからしていたのでした。いやそうかもしれない。このセロは悪いんだよ、とゴーシュは悲しそうに言いました。するとタヌキは気の毒そうにして、またしばらく考えていましたが、どこが悪いんだろうな。では、もう一遍弾いてくれますか？いいとも、弾くよ。ゴーシュは始めました。タヌキの子はさっきのようにトントン叩きながら、時々頭を曲げてセロに耳をつけるようにしました。そしておしまいまで来た時は今夜もまた東がぼーっと明るくなっていました。ああ、夜が明けたぞ。どうもありがとう。タヌキの子は大変慌てて符や棒切れを背中へしょってゴムテープでパチンと止めてお辞儀を二つ三つすると急いで外へ出て行ってしまいました。ゴーシュはぼんやりしてしばらく夕べの壊れたガラスから入ってくる風を吸っていましたが、町へ出て行くまで眠って元気を取り戻そうと急いで寝床へ潜り込みました。次の晩もゴーシュは夜通しセロを弾いて明け方近くを思わず疲れて楽譜を持ったままうとうとしていますと、また誰か戸をコツコツと叩くものがあります。それもまるで聞こえるか聞こえないかのくらいでしたが、毎晩のことなのでゴーシュはすぐ聞きつけてお入りと言いました。すると戸の隙間から入ってきたのは一匹の野ネズミでした。そして大変小さな子供を連れてちょろちょろとゴーシュの前へ歩いてきました。そのまた野ネズミの子供と来たらまるで消しゴムのくらいしかないのでゴーシュは思わず笑いました。すると野ネズミは何を笑われたろうというようにキョロキョロしながらゴーシュの前に来て青い栗の実を一粒前に置いてちゃんとお辞儀をして言いました。先生、この子が塩梅悪くて死にそうでございますが、先生お慈悲に治してやってくださいまし。俺が医者などやれるもんか。ゴーシュは少しムッとして言いました。すると野ネズミのお母さんは下を向いてしばらく黙っていましたが、また思い切ったように言いました。先生、それは嘘でございます。先生は毎日あんなに上手に
みんなの病気を治しておいでになるでありませんか。何のことだかわからんね。だって先生のおかげでウサギさんのおばあさんも治りましたし、タヌキさんのお父さんも治りましたし、あんな意地悪のミミズクまで治していただいたのに、この子ばかりお助けをいただけないとは、あんまり情けないことでございます。おいおい、それ何かの間違いだよ。俺はミミズクの病気何度治してやったことはないからな。もっともタヌキの子は言うべきて楽隊の真似をして言ったがね。はは、ゴゴキシは呆れてそのコネズミを見下ろして笑いました。するとノネズミのお母さんは泣き出してしまいました。ああ、この子はどうせ病気になるな、もっと早くなればよかった。さっきまであれぐらいゴーゴーと鳴らしておいでになったのに、病気になると一緒にピタッと音が止まって、もうあとはいくらお願いしても鳴らしてくださらないなんて、なんて不幸せな子供だろう。ゴーシはびっくりして叫びました。なんだと？僕がセロを弾けばミミズクやウサギの病気が治ると？どういうわけだそれは。ノネズミは目を片手でこすりこすり言いました。はい、ここらのものは病気になるとみんな先生のお家の床下に入って治すのでございます。すると治るのか？はい、体中とても血の回りが良くなって大変いい気持ちですぐ治る方もあれば、家へ帰ってから治る方もあります。ああ、そうか。俺のセロの音がゴーゴー響くと、それがあんまの代わりになってお前たちの病気が治るというのか。よし、分かったよ、やってやろう。ゴーシュはちょっとぎゅうぎゅうと糸を合わせて、それからいきなりノネズミの子供をつまんでセロの穴から中へ入れてしまいました。私も一緒についていきます。どこの病院でもそうですから。おっかさんのノネズミは気違いのようになってセロに飛びつきました。お前さんも入るかね。セロ引きはおっかさんのノネズミをセロの穴からくぐしてやろうとしましたが、顔が半分しか入りませんでした。ノネズミはバタバタしながら中の子供に叫びました。お前そこはいいかい？落ちるときいつも教えるように足を揃えてうまく落ちたかい？いい、うまく落ちた。子供のネズミはまるで蚊のような小さな声でセロの底で返事しました。大丈夫さ、だから鳴き声出すなと言うんだ。ゴーシはおっかさんのネズミを下に下ろして、それから弓を取ってなんとかラプソディとかいうものをゴーゴーガーガー弾きました。するとおっかさんのネズミはいかにも心配そうにその音の具合を聞いていましたが、とうとうこらえきれなくなったふで、もうたくさんです、どうか出してやってくださいと言いました。なんだ、これでいいのか。ゴーシはセロを曲げて穴のところに手を当てて待っていましたら、まもなく子供のネズミが出てきました。ゴーシは黙ってそれを下ろしてやりました。見るとすっかり目をつぶってブル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 震えていました。どうだったの？いいかい？気分は。子供のネズミは少しも返事もしないで、まだしばらく目をつぶったままブル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 震えていましたが、にわかに起き上がって走り出しました。ああ、よくなったんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。おっかさんのネズミも一緒に走っていましたが、
まもなく郷士の前に来てしきりにお辞儀をしながら、ありがとうございます、ありがとうございますと遠ばかり言いました。郷士は何がなかわいそうになって、おい、お前たちはパンは食べるのかと聞きました。すると野ネズミはびっくりしたようにキョロキョロあたりを見回してから、いえ、もうおパンというものは小麦の粉をこねたり蒸したりしてこしらえたもので、ふくふく膨らんでいておいしいものなそうでございますが、そうでなくとも私どもはおうちの戸棚へなど参ったこともございませんし、ましてこれくらいお世話になりながら、どうしてそれを運びになんど参れましょうと言いました。いや、そのことではないんだ。ただ食べるのかと聞いたんだ。では食べるんだな。ちょっと待てよ、その腹の悪い子供はやるからな。郷士はセロを床へ置いて戸棚からパンをひとつまみむしって野ネズミの前へ置きました。野ネズミはもうまるでバカのようになって、泣いたり笑ったりお辞儀をしたりしてから大事そうにそれをくわえて子供を先に立てて外へ出て行きました。ああ、ネズミと話しするのもなかなか疲れるぞ。郷士は寝床へどっかり倒れてすぐぐうぐう眠ってしまいました。それから6日目の晩でした。金星音楽団の人たちは町の公会堂のホールの裏にある控え室へ、みんなパッと顔をほてらして、めいめい楽器を持ってぞろぞろホールの舞台から引き上げてきました。首尾よく第六交響楽曲を仕上げたのです。ホールでは拍手の音がまだ嵐のようになっております。学長はポケットへ手を突っ込んで、拍手なんかどうでもいいというようにのそのそみんなの間を歩き回っていましたが、実はどうして嬉しさでいっぱいなのでした。みんなはタバコをくわえてマッチを吸ったり、楽器をケースへ入れたりしました。ホールはまだパチパチ手が鳴っています。それどころではなく、いよいよそれが高くなって、なんだか怖いような手がつけられないような音になりました。大きな白いリボンを胸につけた司会者が入ってきました。アンコールをやっていますが、何か短いものでも聞かせてやってくださいませんか。すると学長がキッとなって答えました。いけませんなあ、こういう大物の後へ何を出したってこっちの気に済むようには行くもんでないんです。あ、では学長さん出てちょっと挨拶してください。ダメだ。おい、郷士君、何か出て弾いてやってくれ。私がですか。郷士はあっけに取られました。君だ君だ。バイオリンの一番の人がいきなり顔を上げて言いました。さあ出て行きたまえ、学長が言いました。みんなもセロを無理に郷士に持たせて、戸を開けるといきなり舞台へ郷士を押し出してしまいました。郷士がその穴の開いたセロを持って実に困ってしまって、舞台へ出るとみんなは空見ろというように一層ひどく手を叩きました。わーっと叫んだものもあるようでした。どこまで人をバカにするんだ。よし見ていろ、インドの虎狩りを引いてやるから。郷士はすっかり落ち着いて舞台の真ん中へ出ました。それからあの猫の来た時のようにまるで怒った象のような勢いで虎狩りを引きました。ところが聴衆はシーンとなって一生懸命聞いています。郷士はどんどん弾きました。猫が切ながってパチパチ火花を出したところも過ぎました。
戸へ体を何遍もぶっつけたところも過ぎました。曲が終わると郷士はもうみんなの方などは見もせず、ちょうどその猫のように素早くセロを持って楽屋へ逃げ込みました。すると楽屋では学長をはじめ仲間がみんな火事にでもあった後のように目をじっとしてひっそりと座り込んでいます。郷士は破れかぶれだと思ってみんなの間をさっさと歩いていって向こうの長椅子へどっかりと体を下ろして足を組んで座りました。するとみんながいっぺんに顔をこっちへ向けて郷士を見ましたが、やはり真面目で別に笑っているようでもありませんでした。今夜は変な晩だなあ、郷士は思いました。ところが学長は立って言いました。郷士くん、よかったぞ。あんな曲だけれどもここではみんなかなり本気になって聴いてたぞ。一週間か10日の間に随分仕上げたな。10日前と比べたらまるで赤ん坊と兵隊だ。やろうと思えばいつでもやれたんじゃないか君。仲間もみんな立ってきてよかったぜと郷士に言いました。いや、体が丈夫だからこんなこともできるよ。普通の人なら死んでしまうからな。学長が向こうで言っていました。その晩遅く、郷士は自分の家へ帰ってきました。そしてまた水をガブガブ飲みました。それから窓を開けていつか格好の飛んでいったと思った遠くの空を眺めながら、ああ格好、あの時はすまなかったな、俺は怒ったんじゃなかったんだと言いました。